まずはエレン、俺の話に応じてここまで来てくれてありがとう。俺の考えはイエレナから聞いた通り、エルディア人安楽死計画に賛同してくれるのか。4年前あることをきっかけに親父の記憶が開いた。親父が壁の王家一家を皆殺しにした時の記憶だ。まだ小さな子供たちを虫みたいに潰して回った。感触も残っている。その子たちが生きていれば始祖の巨人は王家の手に渡り、不戦の契りに縛られたまま俺たち壁内人類は神獣を迫られただろう。子供たちの死が俺たちを生かした。そうか、父親は正しかった、そう思ったのか。いいや、親父は間違っている。そしてその親父に育てられた俺も間違いだった。エルディア人が生まれてこなければこの町の住民もこれから俺たちの計画に巻き込まれて死ぬことはなかった。この世に生まれないこと、これ以上の救済はない。俺はやる。俺の手で巨人が支配した2000年の歴史にケリをつける。その日を迎えるまで進み続ける。そうだろ、兄さん。ああ、その通りだ。やろう。固い握手でも交わしたいところだが、まあ、今俺たちが接触するのはまずいよな。代わりにこれを受け取ってくれ。エレン、必ずみんなを救ってあげよう。